おはようございます。テクニカルアナリストの森口でございます。今日もテクニカル分析やっていきましょう。よろしくお願いいたします。今日は1月の25日火曜日です。お題はこちら。新たなリスク、ウクライナ情勢悪化。節目が明確になったろうそく足ということで話をさせてくださいえ。昨日はですね、このウクライナ情勢、新たなね、知性学、あんまり意識されてなかったんですが、これ一気に悪化してきて、朝起きたらびっくりしました。めちゃくちゃ下がってるじゃないかということではあるんですが、ローソク足にはご注目くださいえ。今後のテクニカル分析、しっかりとここを今日やらせてください。ここがすごく重要ですので、 最後までご覧いただければと思います。ということで、このチャンネルではこういった形で最新のテクニカル分析をですね、なるべく毎朝7時までに動画で投稿していきたいというふうに思っております。毎日皆さんと一緒に株価を見ながら考えていきたいので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。では早速、日本の終わり値から確認をしておきましょう。昨日、日経平均トピックス上昇しております。0.24%、0.14%、小幅な上昇です。一方、まずは下落。ただ、0.1 7小幅な下落。そして、算数上に共通しているのは、午前中が非常にネガティブであったにも関わらず、 かなり5番に関しましては戻したというのが昨日の展開でありました。戻しの中心はですね、半導体が一時的な反発をしているということですね。一方でソフトバンクグループなんかは大きめな下落ですので注意が必要かなというふうには見ております。コロナの新規感染者数確認しておきましょう。おととい5万30人に対しまして、昨日が4万4000人前後ぐらいですか。少なく見えるかもしれませんが、月曜日っていうのは比較的小さめに出ますので、今日の値まではしっかりと確認をしておきましょう。そしてアメリカです、こちら。 上昇してるんですね。三指数すべて上昇となっておりますが、日中ものすごく下げていたことを考えると、5番にかけて急激に戻したんだっていうことが、なんとなく雰囲気として伝わるでしょうか。ニューヨークダウのヒートマップ見ていただいてもですね、ホームデポとかね、トラベラーズカンパニーが引っ張った。でも、まあ安い銘柄も結構あるんですよね。主要銘柄見ていただいても、例えばテスラとかネットフリックス決算後のまあ続落とかね、アリババも下がってますしね、金融関連も下がってるんです。まあでもなんとかプラスまで持ってったっていうのがね、今日のアメリカ市場 なっておりますただ、一方でですね、日経金の先物はね、300円弱ぐらい下がってるということなので、まあ、ここザラバーまでね、どうなるのかは何,な何とも言えませんけども、ぜひ注意しながら見ていただければと思います。え、原油がちょっと落ち着いてきました。金先物上昇しております。ビックスも大きく上昇。ただ、これもですね、え、一時34とかで、 恐怖指数が大きく上昇していたにも関わらず、もちろんプラス圏まで戻したからビックスもある程度は落ち着いてはいますが、危険水域であることには間違いないということになっております。短期金利が下落。そして長期金利は上昇。しかも30年差は2%以上の上昇ですから、この辺もね、ハイテクは上がってるんですけどね、という感じもしますね。小型も上がってます。2.33%。ソックスも上がってます。でも日経作物はマイナスです。ちょっとね、いろ,いろ不可解な動きがあるなぁというふうには思っております。そして暗号さんに関しましても高安まちまちということですから、 まあ、方向性があるとは言えないんですが、ただですね、アメリカのローソク足は今日は注目だなというふうには見ております。では見ていきましょう。まずは今朝の日経新聞です。こちらでは FRB による金融引き締めの警戒。これはいつものやつですね。で、ハイテク中心に売りが出ているんですけども、ここに来てウクライナ情勢の緊迫も投資家心理の重荷になっているということでございました。今日はこちらの影響の方が大きいんでしょうね。はい。で、FRB はですね、25から26で FOMC、 会議みたいな公開市場委員会。これをですね、開催しまして、3月の利上げ開始を示唆する見通し。で、下手したらですね、3月2回やるんじゃないかとかね、テーパリング一気に引き下げるんじゃないかとか、いろんな思惑があるみたいですから、しっかりとその結果は速報でお伝えできればというふうに思っております。速報がお伝えできるのは27日の朝になると思いますので、よろしくお願いいたします。加えて、今日出てきたのはウクライナ情勢ですね。ウクライナにロシアが軍事行動を仕掛けるかもしれないという脅威が高まっているらしく、ー ヨーロッパでは非常にこれがですね深刻な結果とコストをもたらすということで警告する文書を発表してそしてめちゃくちゃ警戒されているっていうのが株価に現れておりますまずロシアがね8%ぐらい下がっていてで他はほぼ3%以上下がっていてまあどんなに少なくても2%以上下がってるってうことですからこれはですねもう相当な下落ですよヨーロッパ株かなり暴落級だと思いますしドイツダックスとかもねかなりねチャートが崩れたなというふうには思っております、えー、加えてね市場が警戒するイベントといえば FOMC もあるんですけど もう、えー、中心銘柄の決算が近づいていますよね。アップルが1月27日、マイクロソフトが1月の25日、テスラが1月の26日、この辺が、ねえー、今週出てくる決算になっています。でそれぞれにもう一度チャートを見ていただきたいんですが、アップルはダブルトップをつけていまして、えー、雲の下まで潜っているような状態。決算、これでどうなるか。マイクロソフトも完全にトリプルトップのような形になっていて、雲の下に潜っていて、大きく下げてで決算を迎えてどうなるか。えー、テスラに関しましては。 も上昇チャネルのこの上の方はね抜けてしまいで一旦の安値もね昨日のザラ場では抜けているような感じですからまあ、トリプルトップのようなそんな動きになってきてるわけですねこれが決算を超えてどうなるか非常に注目だなというふうには思いますどれもですね天井っぽいサインが出てるんですがそれを超えるようなポジティブな材料さえ出ればですねもちろんねチャートをひっくり返すような可能性というのは当然あるわけですよねでその翌週は Amazon アルファベット、Facebook というふうに続いていきますが Amazon はかなり崩れて 感じしますよねアルファベットに関しましてもやっぱりここは相当崩れてますね Facebook が昨日はかなり持ち直してはいるもののどうでしょうかこの辺もですね来週いっぱいぐらいまでは主力銘柄非常にセンシティブな状態が続くかもしれませんえ加えてやっぱり政治的な大きなイベントといえば FOMC ですよねこれは1月の27日の朝にお伝えできればという風に思ってますのでここまではしっかりと見ていきましょうただし昨日のロウソク足ぜひご注目いただきたいんですが例えばこちらはラッセル2000え昨日のね3指数以上を 大きく上昇をした小型株中心の指数になっていますそれが非常に下比元長く陽線で戻していて RSI が30を超えてきた RSI が売られすぎから30を超えるというのは一時的な買い際にはなるんですね短期的な戻しを試す局面に一番先行する小型株が入ったというのは意味があるのかなと思っていますしまあ、アメリカ産指数全て反発をしたということでもしも出来高が伴っているならばということで VTI というアメリカの指数に連動 する ETF の出来高をを含むチャートを表示しておりまえ、それを見れたところですね、下髭長い要線一旦安値を試したが、下で大きく買われて、出来高伴って戻しているっていうのはですね、やはり一旦の戻しの可能性が強いんじゃないかなと思いますし、中でもね、これから出てくるガハムの決算がありますけれども、それに期待した動きなんでしょうか、999というナスダックに連動する ETF を見てもですね、本当にね、ここ最近見ないぐらい、 特に今年入ってからは明らかに一番多い出来高を伴って下髭をつけ出来高を伴った要線で一時4%近く下がったものが戻すという展開になっています。RSA はまだ30割れてますから警戒は続いているしこの辺のね天井は明らかに天井をつけているのでここまで戻すとは思わないんですがただ短期的な戻しを試す展開にはなってきてでそこで決済や FOMC が重なるということですから非常に注目のそういう状況になってきている。 まあ、アメリカ市場は諦めきれてはいないのかなと。戻せなければさらに崩れるし、えー、ポジティブな内容、安心感が伝わればもしかしたら戻すかもしれない、えー。この辺は両方押さえておいていただいた方がいいかなと思って今日は紹介をさせていただきました。 ということで、2の動画のまとめです。FOMC のリスクに加えて、ウクライナ情勢も悪化しております。一時1000ドル以上、これニューヨークダウですね、の暴落の時間帯もありましたし、欧州はね、2%以上の暴落ばかりでしたね、えー。主力株の決算が近くって、アップル、マイクロソフト、テスラが今週出てきますし、えー、他の GAFA に関しましては、えー、来週出てくるということです。そして木曜日の朝には FOMC の結果もわかるということで、この辺まではね、センシティブな内容ではあるとは思うんですが、ラッセル2000並びとして、他の3指数もですね、下髭用 をつけたいいうのはは変わりないですねそしししててラッセルに関しましては2%以上上昇やっぱり先行して動く小型株がこれだけ上昇するっていうのは、まあ、何かしらやっぱりこういった動きを期待してもしくは一時的な反発を試すえそういうきっかけになるんではないかなと思いますで,で出きたか伴ってるか VTI-999 に関しましてはできたか伴ってしての下ゲ陽線ですからひとまずチャート上は期待はできるということですただリスクはね、えー、片付いたわけではないですから冷静にしっかりとリスク管理はしていきましょうでは足の1も金衡評 プラスアレサイを使って、他の指数も見ていきたいと思います。はい、まずは日経平均株価です。陽線が三本続きまして、で、昨日のアメリカの反発を考えますと、上昇を期待したいところではあるんですが、最新の先物の,の値も確認しておきましょうか。はい、二百五十八円のマイナスですね。やはり、まだプラス圏までは持ってけてないというところですが、まあ、九時までね。ちょっとまだ時間ありますから、どういう風に動くのか、しっかりと見ていきたいという風に思います。はい、一目均衡表で見ますとね。まだ転換線も基準線も大きく上にあるということですから。一時的なね、戻しを試してもいいのか。 というふうには思うんですかトピックス見ていきましょう。トピックスに関しましても、要請、要請、要請ということで、逆にこの安値を割らないようにね、日経期もそうですね、安値を割らないようにしなきゃいけないので、この2万7000円を割れるか割れないかっていうところですかね、えー。この辺が注目ですし、トピックスに関しましても、この直近安値、1000、1000、 899ですから、1900ポイントですね。こう割れないか、注目していただければと思います。マザーズはですね、ラステル2000が戻していることを考えますと、一時的な反発を期待したいところではありますね。そしてマザーズが、ここの RSI30 を超えてくると、一時的な戻しを試す局面に入ってくるかと思います。ただし、この上昇、加工チャンネルの加減ですね、これが大きな抵抗になり、基準線と被ってますから、この辺までが、まあ、ちょっと一まずの目安になるのかなというふうには見ております。 ニューヨークダウン見ていきましょう。ニューヨークダウンはですね、やはり今日は出来高伴って反発して RSI30 超えてきたというところですから、やはりこの33,150というのは相当意識された水準になるんだろうなと。えー、今後ちょっと超中期的に33,150っていうのはね、押さえておいていただければと思いますし、他の指数に関しましても、昨日つけた、今朝方つけたこの安値っていうのはですね、非常な大事なポイントになる可能性がありますね。4,222。もし、えー、もう一回試しをね、戻しを試して下がってきた時に、 ここを割れた瞬間にですね、一気にネガティブモードになるかもしれないので、ここは節目としてぜひ押さえておいていただきたいかなと思います。え、ナスダックに関しましては、13,094ということになっています。RSI30 超えはね、しっかりと確認しておきましょう。え、ラッセルだけは RSI30 をね、しっかりと超えてますね。ニューヨークでも超えてましたか。え、ですけども、まあ、まあ、とりあえず戻しを試してほしい。どこまで試すのか。これもですね、こ、この、まあ、レンジの加減がですね、ひとまず抵抗の目安になってくる。これが 基準線とも重なっていますのでこの辺とともにですね戻してきた時に50を安定的に超えてくるとねこういう風に上昇が続いていく可能性があるので50をすぐ割り込んでしまうとやっぱりまた下落してしてしまうということですから、まあ、50を超えるかどうかそして50以上を維持できるかどうかこの辺に注目をしていきたいなという風に思っておりますでは今日の動画のまとめです日経トピックス上昇5場強いということですね米株一時オーバーハーバイアスも上昇して終わるという流れですウクライナ情勢が新たなリスク欧州市場は暴落相次ぐも米株 下ヒゲでまあね、動きとしてはね、短期的にはプラスに捉えられるんじゃないかなという風には思いました、えー、今週は決算プラス FOMC 通過までは荒い値、ね、動きになる可能性がありますが短期的な戻しを試す展開にはなるんじゃないかなと思いますのでぜひご注目ください、えー、日経27,000円を維持できるかこの辺ぜひご注目いただきたいなと思いますしアメリカ株のローソク足 まずは、安めが非常に節目になりやすい。出来高を伴っていて、で、あそこまで大きく戻しているわけですからね。脱策に関しまして5%戻しているわけですから、仮にあそこを割り込むようなことがあると、非常にやっぱネガティブであるっていう、そういう節目。逆に言えばサポートが強いということですし、今からは短期的には戻しを試す展開にはきっとなりやすいローソク出しだと思うんですね。どこまでか、ね。天井サインも出てますから、天井サインを打ち破るような戻しになるのか。それの鍵を握るのが決算と f う。 OMC だと思いますのでそこをしっかりと確認していきたいとそして、えー、なるべく早くリアルタイムで、えー、これをお伝えしていきたいと思いますので毎日よろしくお願いしますでは今日もお知らせを入れさせてください個別銘柄男のムズキするマガジン配信中でございます、えー、最新記事はチェンジという銘柄になっております企業の d x 支援やふるさと納税なんかをやっている会社になっているんですけどもずっと売られ続けていてですねもともとハイグロースのハイ高 PR のハイグロース株だと思うんですがで今それが売られる局面だと思うんですけどもまだ売られる可能性は全然あると思うんですが がそろそろ近いかなともうだいぶ下がりましたからそろそろ近いかなというそんな分析になっておりますえ初月無料で QR コードや概要欄リンクからぜひチェックをしてみてくださいまた Amazon Audible ですね1月27日以降で聞き放題になるもうもうちょっとですよね聞き放題になるということはもう僕は楽しみで楽しみでしょうがないんですが何聞こうと今からワクワクしてるんですけどもぜひ皆さんにもね読書すると非常にこう思考が広がっていきますからね株の方なんかもだんだん増えてきましたからぜひ見てみていただければと思いますこちらも QR コードや概要欄リンクからチェック してみてくださいということで今日はこんな感じで終わっていきたいというふうに思っております、えー、今日の中でも何か参考になりましたらグッドマークボタンまた明日以降もね、えー、こんな形で、えー、配信を続けていきたいというふうに思っておりますで私個人的な事情で非常に申し訳ないんですが娘の保育園がですねまあ、コロナ関連でちょっと休園になってしまいまして今娘がねずっとうちにいるんですねでまあ朝の配信はほぼ支障はないと思うんですが夕方の配信がもしかしたらですねま賑、あ、やかになるかなというそういう可能性がありますので、えーまあ、楽しい 楽しみにしていただいている方はそのままでちょっとねちょっと苦手だという方はちょっとご了承いただければとても嬉しいでございます引き続きどうぞよろしくお願いしますたまに朝に絡む時もあるかと思いますがそこもご了承いただければとても嬉しいですよろしくお願いいたしますではまた明日テクニカル分析でお会いしましょうさよなら